未だに終わりが途絶えない、すごい人数です。もうすごい動きですね。これはアメリカの歴史が塗り替わるようなイベントなんじゃないでしょうか。これニューヨークだけで、これがもう全米で起きていますし、ちなみにこれは42番街あたりでニューヨークの中心部の一つです。でデモ隊の行進がここで途切れました。で後ろには多くの警察の方が徒歩で追っかけていて、その後ろはもう大量の警察車両ですね。なのでかなり厳戒態勢は敷かれているようです。デモ隊がどうやらですね、こちら の非常に綺麗な公園、ブライアントパークっていうマンハッタンの中心部にある公園なんですけれども、この辺りにどうやら集合しているようでございます。今はですね、どうやら芝生の真ん中あたりに皆さん泊まりまして、今は I can't breathe というふうに唱えていて、まあ、息ができないと。実際にこの問題の発端になったジョージ・フロイドという方が亡くなられた原因が、まあ、警察によって圧迫されて亡くなられたと。でその時に息ができないというふうに叫んでいたことから、今デモ行進隊は、まあ、息ができないとか打たないでくれということを発声しています。ちなみにこちらでは平和なプロテストが行われていますが、すぐ後ろはホールフーズのマーケットがこのようにやっぱり木の板で完全に閉じられてしまってます。ということで時刻は7時を回りそうで、一応本日8時から外出禁止令というのが出てますので、この辺でおとなしく帰ろうと思います。デモは終始平和でして、全く暴力であったりとか、まあ、暴動を感じさせるようなことはなかったです。はい、帰宅途中で今歩いてきてるんですけれども、新たな、デモ行進隊に出会いました。ちょっと見てみたいと思います。こちらのデモ行進では白衣を着た医療関係者が多く見受けられます。ここで皆さんに1個見ていただきたいのが、デモ行進隊というのは1グループではなく複数グループあるということなんですね。ここのタイムズスクエアに1個医療関係者のグループがあるんですけれども、実はあっちの方をよく見てみると、あっちの方にデモの大群が、見えますね。見えますでしょうか。あそこを行進しているのが他のグループということで、ニューヨーク中、今マンハッタンにいるんですけれども、マンハッタン、ブルックリンなどニューヨーク市中でこのように複数のデモ隊がこういろんなところでいろんな動きをしているという非常にこう、まあ、不思議な光景ではあります。だからこう適当に街中歩いてるとデモ隊に遭遇する確率が非常に高いんですよね。こちらがもう一個のグループで、こっちが特に見えるのが、まあ、大きいデモ隊ですね。まあ、最後に一言言うと、アメリカは今岐路に立たされているかなというふうに思ってまして、今までも警察の暴力によって黒人の方が亡くなられたケースっていうのは何回もあります。何回も今まであって、まあ、これからも起きるんじゃないかなというふうには思います。ただ今回の動きというのは、まあ、今までこう暴力があってデモが起きてという動きの中でも、まあ、かなり大きい動きかなというふうに思ってまして、この動きをきっかけにどんどんアメリカの社会が進化していく、
すぐに変わるわけではないんですけれども、ちょっとずつ進化していくんじゃないかなというふうに思います。今までアメリカはこのようなデモ行進であったり、まあ暴動はもちろん置いといて、平和な抗議活動によって、どんどん変わっていくことができて、どんどん進化することができましたので、これは引き続きアメリカの、いいところとして、どん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 続いてほしいなというふうには思ってます。ただ同時にこういった動きがあるたびに、どうしても一部暴走化する、暴力でこう答えようとする、もちろん怒りがあるからっていうところはあるんですけれども、それが回答ではないっていうことはさらに身に染みて感じました。今日私が見たような大型のデモというのは本当にこう改革のために必要なものかなというふうにも思ってますし、暴力暴動と平和な行進、平和なデモというのは全く別物であるというふうに考えてほしいです。皆さんには日本のニュースでもこう、やっぱり暴動だったりとか暴力の方がこう視聴率が多分取れると思うので、見せちゃうと思うんですよ。それは別にニュースが悪いことではないですし、ただ、それだけを見てるとやっぱりイメージとしてアメリカは今すごい混乱してる、アメリカは今暴動が起きててもう危ない状態というふうに思われるかもしれないんですけれども、実は全くそうではなくて、ほぼもう本当 90% 以上が平和な行進ですし、アメリカは混乱してるということだけではなくて、混乱の中で進歩しているっていうことを忘れてはいけないかなというふうに思ってます。はい、ということで今回のビデオがためになった、参考になったという場合には、ぜひ高評価ボタン、ライクボタンですね、押してください。で、今後も、ニューヨークの状況本当日々変わりつつあると思うので、その状況についてどん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 情報発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。